動画がメインなのか、この地域がメインなのか、ちょっとパッとしないというかですね。まあ動画は別に、その一部分だけ撮ってる施設はありますよね、今でもね。はい。その直道の部分だけ、まあちゃんと常にこう配信してるところとかって、多分あると思うんですね。てか今保育園とかもそうじゃないですか。だからそんなに今その一部分だけ配信することに対して、まあさっき青社長離職っておっしゃってましたけど、なんか全部ね、トイレまで撮られてたらちょっと嫌ですけど、 そうじゃなければ大丈夫じゃないかなとは思うんですが、はい。まあ、それとこれとは話が別というか、そんなの別に後からまあ、くっつけりゃいいじゃないですか。けど、この、まあ、規模としてはこの施設ですよね。こんなでかい、まあ、数億かかるであろう施設を今から運営していくっていうところの方が、僕らにとっては結構重たいんじゃないかなって思うんですよね。で、かつその、先ほどからちょっと突っ込んですけど、そのオーナー権が明白じゃないというか、なんかこう、その不動産屋さんがオーナーなのに、まあ、その施工業者さんがオーナーなのに、 なんでこの内装工事費とかはご自身で払われて、えー、このですね、そこがなんかこう、不明瞭というか、そこはなんかうまく契約がちゃんと結べてるんですかはい。えっと、こちらの内装工事費って言いますのが、あの、ちょっと私も書き方が、あの、悪かったんですけれども、あの、内装の工事ではなく、あの、必要備品のテーブルとかカーテンとか、そういうものに当てる、当てたいと思っておりました。 なるほど、えっと、すみません、この施工業者さんは、この建物を作るわけじゃないですか。はい、つまり、そのカーテンとかは、もうつけずに、上物だけ、その要は躯体だけ、お渡し、まあ、借りるっていう状態。っていうことなんですね。はい、で、その後、ベッドとか、そういう要は、この食堂のテーブルとかは、ご自身で用意されるっていうことです。はい、あ、なるほど。これが自身で払うと、いうことなんですね。はいはあ、なるほど。で、これ、僕らの返済プランも、もちろん、あの、書いていただいて、とても嬉しいんですけど。あの、その。 なんていうんですか全体の収支っていうのは取れるようになってるんですか例えば、上物、はい、これ全部でいくらかかる見積もりなんですか最近ちょっと外交工事が一部やらなくてもいい部分が出ましたので、また新たに、あの、はっきりした数字は出てくるんですけれども、あの、2億円はちょっと超えるだろうっていうお話があります。なるほど。はい、それを何年間で返済していく予定なんですかそれは、あの、 実は昨日連絡が入りまして、来週その資金繰り計画をもう一度ちょっと話し合いましょうということで、あの、建設業者の社長から、はい、話があったもので、まだはっきりは決まっておりません。なるほど。で、まあ、見込みの売上高としては、まあ、フルスイングでちゃんと、まあ、入居率が9割とか取れた場合が、月賞がどれぐらいなんですか ?9 割ですと、えー、月賞が、え、1000万円くらいになります。1000万円くらい。で、利益率が 利益率が、えー、と40%です。そこから返済していくっていう感じですかね。と今、細井先生がおっしゃってる、返済というのはちょっと話が違ってると思っていて、はい、僕たちもあの塾やってるんで分かるんですけど、大家が建ててくれる。はい、でこれをフリースタンニングって言って、家賃で貸すわけですね。なので、基本的には何年間で回収できるかを大家が多分考えた上で、家賃,月々の家賃という発 発想なので、まずは、最後は、彼が、あの、理想としては、買い取りたい。買い取りたいけども、一旦その話は置いといて、毎月の月々の家賃で借りるんですよね。はい。はい。なので、返済という言葉ではないと思う。なるほど。例えば、だから、月400万で施設全部貸します、みたいな感じになるっていうことですかね。はい、例えば、はい、そのような感じです。この資料で一応、叩き台で100万円になってますけどね。はい。確かに、家賃100万円。そのなんですかね、20年分ぐらいってことですよね。 うん、利回りが利回り5%とかですか、うん、多分相場よりはすごく好意的だと思います。すごいですよね、その社長さん、2億円のを立ててもらってね、100万円で貸してあげるって言ってくれてるで、そんくらいって言ったらすごいですよね。いや、素晴らしいですね。